ジャンティは、フランス、イルド・フランス地域圏のバルドマルヌ県のコミューン。アルクイ・ユトル・クレムラン・ビセートルの領将軍に属している。プティ・クーロンの地図上で赤く示されているのがジャンティパリに隣接し、プティとクロンの内にある。暗渠化されたビエーブル側が、コミューン内を横切る。ジェンティリ・アカムという村の名が伝えられたのは7世紀。聖腕の手による。 聖エロワの障害伝の中においてである。王領として存在が知られたのは6世紀であり、13世紀終わりには、ジャンティーの名が現れた。中世の間、いくつもの修道院や小園として、分割、領有され、領主が交代した。17世紀、パリサガン地区へ水を供給するため、メディシス水道が築かれた。現在もフレヌ、ライレローズ、カシャン、アルクイユ、 ジャンティーに残っている。19世紀、ビエーブル川沿いに強力に産業革命が推し進められた。洗濯や川な飯の工場が急速にできた。工業化と都市化が急激に進み、粗悪な住宅が建設され、ビエーブル川は極端に汚染された。第二次世界大戦まで、労働階級人口の3、4が標準以下の住宅に住むという悲惨な状態であった。 1860年、ティエールの城壁内のメゾンブランシュ地区及びグラシエール地区がパリに併合される。1897年、ル・クレムラン・ビセトルがジャンティーから分離独立して新たなコミューンとなる。1925年、ティエールの城壁外縁部のラゾーヌと呼ばれる地帯がパリに併合され、国際大学都市用地とされた。1950年代より、 現代的な住宅が出現し、都市人口の過密化を招いた。ラー、B 線、ジャンティ駅ラービー線、ジャンティ駅トラム3号線、リクスヨネアイーストリックデアンビロンで、パリジュドードアエメテピエロッチ。ありがとうございます。